あなたの最高の味方に、オタク養成所士榊原さなです。どうして YouTube をやっているのという質問に答えてみようかなと、ついでなんで、いろんな質問にも答えてみようかなと思ってカメラを回してみました。はい、何の生産性もない動画になるかなと思うんですが、興味のある方は最後までお付き合いください。早速回答からいくんですが、私が YouTube をやっている理由はベスト洗い最高の味方にっていう私の経営理念達成のためのみです。これ以外に特に理由がなくて、目的もそれしかないので、あんまり面白い動画は出せてないんじゃないのかなって思うんですが、ここ1ヶ月ぐらいですか、1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、見てるよって声かけていただくことがあって、へっ、私チャンネル登録はもちろん SNS どの媒体でもフォローしてくださいって言わない、普段からそうで、連絡先の交換も必要なければもういいよねって思っちゃう。私が最高の味方になるって決めた時に、味方ってどんな人だろうっていうのをすごく抽出していったんですよ。で、仕事もそうなんですけど、会社というたくさんの方がいる場所において自分の役割って何だろうって考えた時に、必要な時に必要な場所で必要なスキルを発揮できる、必要なものを提供できる、これが一番役に立つことであって、私の存在意義だなと思ったんですよね。だから私が提供できるものといえば、YouTube であれば情報や経験ぐらいかなと思うんですよ。他にある？そんな感じなので、知らなかったってびっくりされる方がいて、 YouTube やってたんですねみたいな、見ときますね、登録しときますねって言われた時の正解のリアクションが未だに分からず、ありがとうございます。なんかいきなり塩になったりとかして、人里に降りてきてまだそんなに経ってないのでお許しください。動画の編集はどうやって覚えたんですか？私は提供されるサービスを片っ端から試して、気に入ったものを精査して使ってる次第です。私が提供するのはエンターテインメントではなくて、皆さんが見やすくて分かりやすいものっていうのを設定はしていて、その辺のことは疎いので、いろんな動画制作会社さんっていうんですかね、いろんなところから営業が来るたびに、あ、私の動画が拙ないから良かれと思ってみんな営業かけてくれるんだなって思いつつ、全部スマホで撮影をしていますが、まあ一眼でやる日もあるし、試行錯誤しつつやっているので、動画にきっと一貫性がないんじゃないかな、とにもかくにも触りまくるっていうのが一番いいんじゃないかなと私は思います。何でもそうなんですけど、自分がいいと思うものを陳列するのもありはありなんですけど、動画って人に見せるもの、特に YouTube に並べるものは人に見せるものなので、人が見た時にどうかなっていう視点を持たないといけなくて、客観的客観的と言いつつ自分の目で考えるしかないので、どうしても主観は入るとは思うんだけれども、個性って隠した時に出てくるものが本物だと思うんですよ。最初はやたらと脚色をして積んで積んでいくっていうよりは、引き算をして本当にシンプルなものを作っていた時に滲み出ているものが自分かなっていうのは思います。こんなに偉そうなことを言ってるんですけど、私の動画ヘッポコ、私またどっかで変なこと言ったかなと思っていろいろ考えたんですけど、人事採用はしていません。法人の方でも募集はしてないので、今のところあんまりお役に立てなくてごめんなさい。将来的には雇用の創出、地域貢献、まあ、もっと広い意味で社会貢献目指したいところではあります、経営者としてですね。その時 YouTube をまだやらせていただいているかどうかわからないんですけど、 TikTok、YouTube あたりでもしかすると採用情報っていうのを公開する日も来るかもしれません。その際はご縁があれば皆さんぜひよろしくお願いします。趣味は何ですか？考えたんですよ、いっぱい。私の趣味ってなんだろう、おそらく料理、洗濯、掃除かなと。趣味の定義から調べそうになったんでやめました。そういう意味で聞かれてないなっていう、こういう重さ、ここまでの重さは多分求められてないなと思ってやめたんですけど。休みの日何してますか？表向きはお休みですって言っている日でも、中でしないといけないことを日々積んでしまっているような細々したことであったりとか、フィードバックを行っていることが多くって、セミナーで登壇受講側に回っているっていうこともありますので、一貫してこれをやっていますっていう回答ができかねるんですよね。逆に皆さんは同じ質問された時どういう風にお答えになるのかなっていうのに興味が、もし機会があれば教えてください。こんな感じでそろそろ時間切れ、この辺で動画をカットしようかな。本当に何この動画、この間自己肯
肯定感の動画で後悔したことを後悔しそうな動画だって言ったんですけど、あの動画を司法書士の先生が見てくださいまして、感銘を受けましたってわざわざ LINE くださったんですよ。本当にごめん。日常生活通常で言わないので、 YouTube やってます、 TikTok やってますみたいな話を自分からすることないし、本当に苦手なんですよね。なかなかこう過度な接点を持つっていうことがもう非常に苦手なネクラ陰キャ限界オタク、申し訳ないんですけど、でも見てくださってありがとうございます。嬉しかったです。ありがたいですが、ちょっとなんか恥ずかしいな。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。オタク行政書士榊原奈々でした。